出ろよ。赤い声援もぜひ応募してますよ。黄色いんじゃない？あ、黄色い声援ですね。なんだろ、赤い声援。赤い声援。赤い声援。こう言ってんと間違えます。それ。配信します。赤の広場とか。リツイートキャンペーンお待ちしてます。ぶった切ってすいません、話。ちゃんと、あれだな、優先順位をちゃんと考えて。一番最初にリツイートしてくれたら100ポイントぞ。ありがとうございました。どういたしまして。アチャピー、そう、さっきの話に戻る、6畳2人部屋でカーテン1枚の配信してますよ。はい、配信してますよ。ポジション2でした。ポジション2でした。何やってんだよ。あれ、俺配信するって言ったよね。言ったよね。あー、くっそバカ。何やってんだ俺バカ。でもリーブリックの、あの、リーブリックじゃねえ、スタンレーのクラッシュ誰一人気づいてなかった。うん、俺らはね、何も知らなかった。あれ俺は55から煙が出てんのを見て、なんか ARTA の55がなんかクラッシュ、なんかそうスローダウンしてるから、おートラブルやんけっつって指差してた。俺らは、俺は全然61号車が無事に走ってればよかったんで。俺がハッホッホーってなんか白煙を上げ始めてた。ハッホーって言って、その後でも、おー、何やってたの？俺も絶叫してた。でも、あの、ちょっと前になんかスタンレーが逆、あの、コカ・コーラコーナーなんかアウト側にコースアウトしてたのみたいな。そう。そのぐらいです。俺は、なんだろう。俺はもう絶叫してた。これ、月村呼べばよかったなって思った。俺その時あの布団を握りしめながら、あの血の涙を流してさあ今私はコントロールラインというか、あの TGC スタートラインなんです。高くねえんだよな、てめえのラインは。君の見物。さあ皆さん、あのあれやっぱデッドなんすか。あ、もうちょっと、マイスターさんの指示に従いましょう、そろそろもう。皆さん、あの、スタートラインの確認をしたいので、ぜひ、あの、アスカちゃん通り過ぎてますけど、あ、本当に？ちょっと、ジローが堂々巡り必要になりましたね。あの、いい塩梅で、あの、コントロールライン。これ、マイスターの声聞こえてない、もしかして。いや、聞こえてますよ。え？あ、そうなの？だからこんな空気を混ぜて喋ってるから。マイスター喋ってる？喋ってるよ。早く早くやりな、出直しこい。出直してきな。出直してきな。それはジブリ。4秒で支度しな。お食べ。3.5 秒で支度しな。無理。3.5 秒早すぎだな。3.5 秒チャージ。それウィーダーだな。ちょっとウィーダー 3.5 秒無理だな。ウィーダーでも10秒チャージだよ。あ、ほんと？よかったです。お疲れ様です。こんばんは。え、こんばんは。こんばんは。皆さん大丈夫ですか？一応スタートラインここになりますけど。ダメだな。まだね、5人ぐらいしかいないんで。ワンダムが出現してたってワンダムが。アチャビーさん脱粉しているんですけど。ね、漏らすな漏らすな。あいつはバルケッタ治ったんか。ああ面白い。ああまあごめんちょっと話そらしちゃった。はいはい。ここスタートライン、ね、大丈夫かな。スタートラインここですね。なんかくしゃみが聞こえましたが、今最終コーナーにアプローチしている方は誰でしょう。どうなったでしょう。アテクシ。アテクシ昨日やったから大丈夫だな。昨日やった。サイドブレーキが外れた。サイドブレーキちゃんと引いてなかった。これ今からあの模擬レースしますけど、
まあ、予選5分というののウォームアップ走行で、その後4周、最初の1周目は TGC スタートでやります。よろしゅう。もあったっけ。よし1倍さあ、みんな今のタイヤはまだカウントされてませんからね。ソフトタイヤを使わせる。ハードはいませんね。ハードないんで。富士で富士で消したからな。いや別にまあまあ悪くはない作戦かもしれませんね。先週でもちゃんとミディアムにセットで乗り切ったんで OK です。そうですね。まああとは来週が雨になるか晴れになるかですかね。もっとこんな選択肢が。来週晴れだったらワンチャンカーブ説ある。でも来週タイヤショーもないですか。あれないんだっけ。あるんじゃないですか。1倍ですね。1倍ですね。まあまあまあ、なんかトリビアの種で種じゃねえよ、トリビアのなんとかで待ってくれる人がいた。待ってくれる人がいた。よかった。沼に沈められそうな感じがしましたよ。誰か聞こえてないか。俺か。誰だ？ウキブラのタイヤ。とりあえずリョート君は聞こえないふりしてもらう。なーいなのはトリビアの種。俺が聞こえてないよ。ひまわりとかね。ひまわりとか。たたたたたたたい。リマワリとかね。リマワリ。福利大好き。やっぱり。ビットコビットコイン。マイニングマイニング。ビットコ太郎。おい、これ違うじゃないかよ。ビットコ買うだろ。ビットコ買う。ビットレーンの入り口で。残念ながら今日暴落してます。あ、そうなの、暴落したんだ。めっちゃ下がってる。10% 以上、20% ぐらい。やば。そうだ、解除。まあまあまだそこ打ってるかわかんない。なんで？まだ。イーロンマスク打った？なんでなんでしょう。そもそも仮想通貨の価値っていうのが本当まあまあ分かったんだけど、理解はしたんだけど、すごいよね。なんでもありってんです。まあでもビットコインで給料払ってる会社もあるからな。マジで？あるよね。なんだろう、ビットコインのお金もできるかしらですか。 e スポーツチームの仮想通貨で払ってるらしいです。社員説明で腕組みしてるのが面白い。おお、なんかなんか大学生がやってそう。ちげえ。学生ベンチャー企業。学生ベンチャー企業。いや、ここがすごい。楽しい。これは提供決定だよ。平成教育委員会。違うよ。それは違う。トキさん、近いよ。近いよ。大丈夫大丈夫。距離は取る。近いよ。わ、チキン早いな。何秒？いや、リョート早いよ。リョート君はもうなんか、アタオカ BOP。アタオカなのと。これで勝って嬉しいんか。嬉しい。あー死ねえ、ファック。あーもう配信してますよ先生。あれなんか戻ってる。なんかなんか散った散った。グラスワンダーが散った。おっと、あかりました選手。前に詰まってしまう。すごい風よけができたりとかした。あ、いや違う、あれはオッピーに言ったわけじゃないんだ。あくまで俺は自分に対してフラストレーションが溜まっていたんだ。オキさんが近づいてきた。話せばわかる。 We speak after。
ばいやばいやばい、大クラッシュをしたが、シャシーと PU は大丈夫だ。あー、あと2秒、1秒。駆動系行かれるやつ。あー、クラッシュした。なんか全然挙動合わなかった。いやー、これは最後尾か、俺。あー1分45秒オッピーは美味しかったんじゃないの。美味しかったよ。いやー NSX 上だな。 NSX だ。スリップゲーかー。GTR がゴミのよう。純粋の罵倒。スリップゲーできないんだけど。いやあくまでね今のこの何にもない。あ、そうだった。この環境下において、ね、ただし個人の見解です。さあ、運営からもう見切られている日産 GTR で僕今回も頑張りたいと思うんですけどね。あくまでこの BOP 環境下において。あれ、ここも TGT スタートでいいんですか。はい。おっと、それは言ってないぞ俺。それは言ってないぞ俺。おオッピーがウシの声聞こえてないかもしれない。あ、聞こえてない。スタート一周。俺も聞こえてない。俺も聞こえてない。あ、本当に。EGC スタートだって知ってんだろ、アスカちゃん。マジよ、聞けよ。おー、マジたらやべえ動きしてると。おい、加速速えな、あの NSX。トラクション。ギア比は短いから加速がいいと。聞こえた。あげてねえよ。聞こえた。ハンバーグ聞こえた。シフトは上げてねえんだよ。あーしか聞こえなかったよ、俺。どこが振り出したの。いや、前が全部 NSX、全部じゃねえけど、NSX ばっかっていうのは眺めがいいな。そうですね。反逆者がいるぞ、反逆者。ブレイブンゲットしてるかな。本当だったな。ベルトランバゲット来てる。後ろから狙ってる。バゲットのバゲットはどうなるんでしょうか。バゲットのバゲット。ああ。だから最終コーナーで入れ替わった説がある。富士の最終コーナー。マジで。強かったここに。そろそろ並ぶか。まだ並ぶか。あの屋根越えてからで、屋根っていうか橋越えてからでいいですよ。はい。あね。インターアウト間違えないとね。金よこせ。金よこせ。いやー満員ですよ。満員か。満員でいいんだよね。あ、あります。若干気ありますけど大丈夫ですか。ソーシャルディスタンスでしょ。 D1 そうですね。ソーシャルバブルに。ソーシャルバブルもうちょいあれじゃない。ガン詰まりしないと。違う D1 バブル。うわータカさんが、うわ4ワイド、ちょっとチキンをしたかな。マジか。でもね、俺は4ワイドでもね、ぶつけないんですよ。向きにぶつかった気がする。そうだ。何かありましたからね、4ワイド。タカさん、何台抜き？おお、何台抜き？わー、最高。あ、大きい届ける。あの、コース戻るとき、優先権っていうものを十分に考えていただいてですね。あ、やばい。あれはどうなってたの、オッピーさん内側は。え、どういうこと。俺はなんかゴンってさっきのコーナーゴンってなって、あーってそのコーナー俺は見えてなかった。そう、ちょっともうちょっと前出れない、この距離だ。
もうちょっと割り自分を通せばよかった。ドライバースパー。我落ち金ぞっていう勢いで力をつかめて。何時何時。何時何時。三回言うとマジ満人だ。やばい、マジミディアムタイヤ全然ちゃうわ。ソフトとソフトとミディアムのグリップ力の開きが大きいそうですね。走った感じだいぶ1秒ぐらい違うじゃないですか、これは。おそらくだから重い車はソフトタイヤなるべく履きたいところですよね。もぎもぎもぎ、おっと、お、いいよいいよ、全然お待ちしてますね。先どうぞ。あくまでの、あでも汗かいちゃうじゃん。あとで入ればいいじゃん。いつか父さんみたいに。いつか母さんみたいに。ハンバーグで超えてゆ、あ違う間違えた、超えてゆける。誰が牛だ。誰が豚だもん。いや、パペットマペットじゃねえか、お前。牛くん食われてた。牛くんの答え。また牛くん食われてる。おエスタロウ氏、久しぶりに。あれタロウさん、カモタロウさん。お疲れ様です。体の調子はどうでしょうか。ああ本当、よかった。なんとセレモニーみたいな。ありがとうございます。来シーズンのレース活動、なに。モナコに引っ越しですか。モナコ、ところで、ウシスター、あとぐらいかかりそうっすか。もうすぐ始まっちゃいそうなんだけど。承知しました。あ、解説席に来ていただければ、あのポイントは付与します。多分10位だから1ポイントかな。はい、下ろせますよ。ダメだろ。なんだって。なんだって。インチキちゃうんか、インチキ。参戦してますからね。ちょっとトイレ行きます。トイック？トイック、トイック行ってくる。僕もトイレ行ってこい、一応。もうトイック行ってくるの。僕も行ってこよう。オッケーオッケー。あーマジで結構みんな意識高いね。あーやば。で730超えたらちょっとBOP 優遇しようかな。990は殿堂入りですね。
やだなそれ、純粋に楽しめなくなっちゃう。ゲームがゲームじゃなくなってくるよな。さあじゃああと、あと3分で始めたいと思います。その間に皆さん334分。関係ないやろ。TGC の T は実は TOEIC の T だった。いや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 、何でもありだな。ダメだ、今の今の TGC の定義だって、あのユニバーシティが入ってればそこも T 拾ってくんだから、もう T ね。そう、あのカレッジじゃなければなく、結構あの枠高いですからね、可能性高いですよ。一番あのだってインスティチュートの T 拾ってますからね。あ、そうですね。何でもありだよ。まあでも学生フォーミュラーの、あ、ご視聴ありがとうございます。学生フォーミュラーの中で T がないチームは2つぐらいあったな。でもスチューデントフォーミュラーチームです、 T であるじゃん。いや、それはちょっとよくわかんない。それがチーム名に入ってないチームもあるんで。ああ。ああ。ありがとう。そうね、我々はそうよ。純然たる T は。でも T の数で言ったらうちが一番多いと思う。うるせえな。 T の数で競ってないです。T が含まれれば OK です。おいおいおい、バレちまう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 。なんか若干あのスター状態味を感じましたけど、そのマリオカートでした。正解はサカナクションのセンター。ナショナルの T もなんな、なんとなく配信してますからね、皆さん大丈夫ですか。別にまあいいですけどね。皆さん、皆さん恥ずかしい大学ではございませんから。ナショナルジオグラフィック大学。スピティングボードさあ、じゃあ最終 BOP 確認しますよ、皆さん。皆さんと何分よろしくお願いします。ミッキーさんは解説でよろしいですね。はい、大丈夫ですね。ありがとうございますね。あれ、ミッキー喋ってる。ちょっと俺、一回ちょっとパーティー向けていい？ね、ミッキーはね、今のところ俺は聞こえてないね。まあちょっと予防のためにちょっと一回。それで OP がね、今度俺の声が聞こえなくなるとか。ならないといいんですけどね。こっち。さあ、お後がよろしいようで。受験生に絶対言っちゃダメな名前だよ。受験生にはぜひあのアドバンの消しゴムを皆さんプレゼントしてあげてください。効果ないよ。おっと。激落ち。やばい。激落ちはやばい。絶対やばい。でも売ってるんだよな、激落ち消しゴム。いやー、天才だなマジで。相当メンタル強いね。さあ、じゃあ始めますよ。確認しますね。皆さんちゃんとあのスタート場所を間違えないようにしてくださいね。フライングは重大なプレーナーペナルティ対象になりかねますからね。チキンさん、ちょっとまたよろしくお願いします。あの1コーナーの大クラッシュとかね、ないといいですけどね。あとミディアムにまみ切れようかなって思ってたんですけど、そのあたりどうですか。あ、いや、予選お願いします。あの、いや、予選をミディアムに紛れようかと思ってたんですけど、ソフトだけでいきます。そうですね、まあ、タカ君でもいいんだけど、ちょっと2、3勢でさ、ミディアムでしょ。2、3勢にサポートいただきたい。ドライバー適正、コース適正に何あり。おっと、あ、やばいな、画面が見えなくなったぞ。お、マジ、どういうことだ。1回あれやれやいい、あれを。なんかもうケーブル不良っぽい。あ、そっち。そうですけどね、ハード、それ受賞だね。ミディアムじゃなくて、そうじゃないの。あれ、焼き加減の問題じゃなくて。おお、あ、治った治った。ハンバーグで治れたのかな。ハンバーグだなこれ。いやー、なんか特定の周波数帯で多分接点不良が治ったんでしょう。
これは大金星ですね。やっぱハンバーグは世界を救うんだな。ハンバーグ笑い神様やめろ。さあとりあえず皆さんタイヤは大丈夫でしょうですか、ね、大丈夫そうですか。はい、いや牛多分家ついてるよね。あ欠場つってたから、え何牛の声も聞こえてない、それとも単純に話聞いてない、どっち。あすいません電車です、あ校舎です。どっちだよ。どっちだよ。さあ始めますよ。どっちだよ。もうどっちか忘れちったよ。もうどっちか忘れちったよ。さあ始めますよ。いやあ、始めますよ。ホリデーパック、ホリデーパック。おーい。ホリデーめっちゃ。もう今持ってきてるじゃねえか。さあ TGC シーズン12ラウンド7になりました。大分グランプリはオートポリスから配信しております。さあ皆さん無事ピットに出られましたね。ピットを出られました、よかったです。回線の問題ですかね。回線強者はピットアウト早いって言いますからね。ってことはオッピーが一番いいんですかね。さあ今シーズンおちに今回は表彰台乗れますかね。あの SGD SDGs のために野菜ジュースを飲む。ああいいですね。野菜ジュース飲むとどう SDGs に寄与するのかちょっと詳しく聞きたいんですが。だから野菜ジュースなんですか。妥当か妥当なんですか。各社タイヤをちょっと見てみましょうかね。オッピー選手ミディアムタイヤです。チキン選手ソフトタイヤ、これそのステイなんですかね。で湘南選手もソフト、で月村選手もソフトですね。で今回、下馬評1位の亮斗選手もソフトタイヤ入ってます。これは先行逃げ切り策か。そして時選手もミディアム、ミディアムというところで今回はソフトの方がメジャーですかね。これも前引っ張った車が裏ストレートで後ろに下がる感じで毎週やってったらいいかな。タカ選手もミディアムというところで早くもポジション合戦。さあアスカ熊もミディアム、この周でピットに入ってくるでしょう。いやさあ何があったんでしょうか。木村さんなぜいない。さあこれはこれはちょっと日産陣営息が合っていない。さあ湘南が1コーナー駆け上っていきます。下りじゃないですか。下っていきます。さあセクター1全体ベストは亮斗選手ですね。19秒117というタイム。さあそれに続いているのは湘南選手の19秒234コンマ1の差。さあそしてチキン選手チキンナンバーは19秒3。あこの3台がコンマ1ずつで開いてますね。ちょっと月村選手はセクター2、うん、1は、ああ、そっか、フォームストレートで出てましたもんね。アタックはしていません。さあ、両とセクター2も全体ベスト31秒5。結構いいペースで走ってますよ。まあ、それ当然といえば当然ですが、その当然を確実のものにするのもなかなか大変なところはあります。さあ、NSX セクター3の速さ、コーナリング、性能は高いはずだ。セッティングの違いが如実に現れるのがこのセクター3です。さあファナテック NSX 最終コーナーを立ち上がってきた。さあこれがまず基準となるタイム1分36秒やずや。これはなかなかいいタイムです。何これ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 。さあオッピー、ああなるほど、ここで渋滞発生するんですね。これあれ湘南選手はアタックをやめたんですか。これ高くちょっと後ろつくから。さあこれはそのまま P トキー、そしてあー違う、これは湘南選手タイム3番手タイムですが、こちらはまあ当然と言いながら、まあ、アタックラップではございます。さあ6分が切りました。
残り約半分といったところで、これで全車コース上にソフトタイヤを履いた、マシンが8台、コース上に、今いるわけですが、この両都とチキン選手以外はすごい団子ですね。これ6台が今同じセクターに約1秒プラスマイナスの間隔で存在しているといったところになってますね。これはちょっとアタック難しい状況ですね。まあしかし予選はスリップゲーなんで、ちょっとまあここは致し方ないところもあると思います。さあ下りていくな。ここは皆さんミスがない、とても集中力が高い状態。さあ両都タイム更新、1分36秒579といったところ、コンマ約2秒ですかね、コンマ25、タイムアップ果たしております。さあチキン選手もタイムアップ、しかしながらまだ両都選手へコンマ434遅れが出ております。さあ固まっている集団が、その集団は固まっているでしょう。タイム更新です。さあ、湘南が3番手ですね。1分37秒647。このウェイトハンデを考えれば、この湘南月村は、セカンドロー、今暫定ですが、取れてるのは非常にいいといった、シチュエーションではありますが、さあ、ここで、タカとトキのスイッチ。さあ、後ろからは、湘南、オッピーも来ています。さあ、ここで、非常にクリーンな、譲り合いといったところでしょうか。さあちょっとタカ選手、この 8% のウェイトが重くのしかかっている中、単独走行となってしまっています。これはおそらく月村選手の引っ張り役を買って出ているといったところでしょうか。さあただいま全体ベスト両都選手のセクター1のタイムを見てみましょう。18秒792、18秒台。さあそして両都セクター2は31秒756、こちらも31秒7秒台といったところで、セクター3は46秒。さあ全力で行けという指示が出ています。ただ全力で行ったら追いつかれそうな距離感な気がしなくもないですが、まあそろそろシーズンランキングを考え始めて、まあ最初から考えてはいますが、より深く考える時期に入ってきています。さあ最終コーナー立ち上がって、やはり単独だと1秒2秒軽く違いますね。さあオッピーがポジションアップか、しかしながら7番手のままというか7番手に、ちょっと買いに沈んでしまってはいます。しかしながら、トップまで 1.4 秒しか離されてはないので、まあ割かし、差はほとんどないといった感じでしょうかね。まあちょっと両都、選手がちょっとズバ抜けて早いといったところもありますから、まあそこをさっぴいて、まあ約1秒以内にいるといったところでしょうか。さあアスカクマ選手もちゃんと後ろを待って、綺麗に、ポジションを譲っております。さあここで月村と高のポジションが入れ替わります。さあ後ろから湘南も来ています。ちょっと軽くぶつかったようにも見えましたが、レクツ紫出て動揺してヘアビミスった。おっとここでチキンナンバー、しかしながら2番手。さあちょっと渋滞、あ何をしている。さあ時もちょっとこれはぐっちゃぐちゃだ。さあ何があったんでしょう。ああここで譲ったんですか。ちょっとデンジャーですね。さあ湘南が立ち上がってきました。さあトキが3番手に浮上しました。さあトキが3番手、これはイネセックスに対して追い風だ。さあ1分37秒298は悪くはないタイム、セカンドローを確保することができるか。さあこれがファイナルラップですよ、おそらく皆さん。
いやーもう一周いけたら。あーっと月村が1コーナーでクラッシュ。これは決まってしまったでしょうか。さあチキンナンバーはどうしますか。チキンもフロントにダメージを負っている。いやひょっとしてアスタちゃんに前譲ったらもう一周当たってきた。そうですね、アスカクマはギリギリこれでもこの週までかな。この週までもう一周いけない。さあただリュートはもう一周いけそうっちゃいけそうだけど、まあ行かなくてもいいですけどね。まあ無理はしなくてもいいんですが。さあポールポジションを確実なものにして、さあ1分36秒フラット、次元違いのタイム。さーっと時がはみ出した。これは何かあったのか。下りレグナーだ。2個目ですかね。遠赤に乗りすぎたんでしょうか。リプレイ見てみましょう。ちょっとクリップに、ああクリップにちょっとつけていなかったが、さあここで最後の上りセクション、セクター3、ここはセッティングの差が大きく出ます。セミではないと思う。さあオッピーがポジションアップ、5番手。さあ湘南と月村の間に入ってきた。さあこれはホンダ陣営がほぼ上位を独占といった、そういった形になっています。奇数列取ってるな。奇数列取ってますね。これスタートトラクションかかりそうですか。これが全部押す、全部押してさあこれは今両と待ちですね、皆さんあと30秒ほどなのでトイレには行かない方がいいです。140キロぐらいでぶつかってトキさんと両と1位2位に押し上げてやる。間違いなくセーフティーカー入りそうな気がしますけど、セーフティーカー入って俺は多分2000はもう無理だな。いやーまあクーリキアップデート入るんで、あまあでもクーリキアップデートしてその後数秒後にダウングレード入っちゃうから、ちょっとこのゲームだと多分5億ユーロぐらいの罰金、5億ユーロ私に払っていただければと思います。さあこれは両と確実なもの、約1秒の差を後続につけてトップ、はい、獲得しました。まあちょっと次元違いの速さはあります。ちょっと一時期の GT300 の CRG 並みの、ポテンシャルを発揮してはいますが、湘南月村の争いもそうですね、正常な BOP に戻していただけるということで、さあ TGC スタート。さあ前者は問題なくグリッドをから去っていっています。さあレース距離は、レース周回数22周、マッチ数21周になりますね。そしてタイヤ消耗は1倍。そうですね、正宗いませんが、そうですね、確かに今日は、何の問題もなく快調に、レース自体はレースになるまではちょっと時間かかりましたけどね、あのレース期間は非常にスムーズに、今のところ進行できていて何よりでございます。欠場って珍しいね。あまあそうですね、今日は小旅行に行ってらっしゃいます。ダイヤショーも忘れてスタートでホイールスピンしちゃった。まあ一枚ですからまあほとんど、まあ、まあでも多少は影響しますかね。ちなみにこのゲーム、ティップスとして、空転させると消耗が激しくなるという仕様になっておりますから、タイヤがなく、空転するこの2つに注意すればかなりタイヤの消耗は抑えられるはずです。さあなぜ1倍になってからこれを言ったのかよく分かりませんが、皆さんぜひ覚えておいてください。さあそろそろですかね、ペースを落としていただいて、グリッド整列の準備していただければと思います。さあアンダーブリッジ次いていって、両戸選手が90から100キロの間、奇数インらしいですよねこのコースは。
さあテールトゥーノーズでよろしくお願いしますね。90から100キロの間でお願いしますね。無駄な加減速しないでくださいね。アスカちゃんもっとビタビタにつける。さあスタートしていきました。どうでしょう、皆さん揃ったスタートになりました。両トがホールショットを奪っていく。さあブレーキング大丈夫か、タイヤ冷えている。おさあここは前車問題なく、大きな問題はない。ちょっとオッピーが触れたか。さあここでオッピーが前に出ていきました。チキンナンバーを抜いて、しかしながらチキンナンバーも諦めていない。いやここはオッピーがアウトサイドから守ってきました。さあここまずはリョウとトキオッピーへ。さあ NSX123 を決めて、さあスタート悪くはないと思います。さあアスカクマがちょっとスライド。さあタカも7番手、一生抜けないってことですね。いや分かりませんよ、何があるか分かりませんからね。下りデグナーとかヘアピンの侵入とか1コーナーの侵入とかありますからね。まあとにかくミスをしないでコース上にとどまる、これが今回のキーになると私は考えております。さあバックストレート、ここから右に2つ続く下りデグナーがあります。発祥の地発祥の地味噌みたいなテンションに言わない。さあちょっとチキンとオッピーラインが交錯。さあここでインに無理やりねじ込んで強引にオーバーテイク、まあ、強引っていう言葉は悪い意味ではありませんよ。さあ湘南も外から狙っていく。さあオッピーここはしよーっとととと、あーここはオッピーちょっと一気にポジション3つダウンですか。さあなんと月村も抜いている。さあ湘南と月村がオッピーを抜いています。余計なことしたら危ないあ、ここはあれですね、クロスラインちょっと湘南選手こうしたところをうまく抜かしたといったところなんでしょうか。さあ湘南選手は月村を食ってかかることができるか。俺も一応ランキング争ってる。そうですね、そこに忖度はなくていいんじゃないかな。さあ皆さんこれはレースですからね。フードフード出た出たフード出たフードっていうとちょっと前走ってる人のミスを誘いそうな気がしたから。ああそうなんだ。フード私は何のことかちょっと分かりませんが、さあここは大きな問題なく、元山聡コーナーを皆さん立ち上がっていきました。さあそしてバックストレートからの下りデグナー、発祥の地です。発祥はまだ出ないの。突っ込んだら負けだよ。冷静な突っ込みありがとうございます。あ、突っ込んだな、負けた。後が許しようで。さあ、時じゃない、これタカと、アスカクマがサイドバイサイド、ちょっとまあウェイトは重いですからね。さあ多少の接触はありましたが、まあ大きなミス、大きなクラッシュに発展しなくてよかったです。さあ縮まらないぞ。さあ時のスリップに完全に入っているが、アステモとジューゾックス。さあここはどうだ、アステモのストレートが非常に伸びる。これはひょっとしてダウンフォースはそこまでつけてないんでしょうか。さあどうなんでしょう、2コーナーのターン、ここは NSX が守ります。さあちょっとリアがスライドしている時、あっと大丈夫か、ちょっとトラクションがないですね。ちょっと加速側のデフが弱そうです。これ立ち上がりにリアをコツンとやったらひとたまりもないでしょう。なるほど、リアのデフなくても辛いんだよなそれ。多分鈴鹿から変えてないなこれ、どう思ったらスピンするほど押していない、そういう言葉が聞こえてきそうです。さあ今2番手争いと4番手争いが激化。さあここでチキンナンバーちょっとインに、あ危ない、さあ鼻面を突っ込みましたが、ここはトキが粘りました。さあそして後ろも月村湘南がバチバチ争い。さあこれは2台ともグッバイやらないといいですけどね。今のマックスフェルスタッペンとハイルトンのような、そんなような争いをしているように私は見て取れます。さあそして亮斗選手、あのぶっちぎりになるとカメラに映らないっていうのはよくレース業界では聞いたことがありますが、
今それの状態にほぼ近いところ、2番手になんと約 3.4 秒の差、また3周ですが約1周1秒ペース早いですね。37.7秒でラップしています。さあ続いて2番手の時は38秒4、まあそこら辺ですかね、レースペースは。さあチキンが完全にスリップに入っている。さあインに並んだ。さあブレーキング。さあしかしアウトで粘る時が粘る。さあ、ね、ここは鈴鹿で見せたブレーキングのうまさ、ここでもいかんなく発揮。さあチキンブラッシング。さあこれは今トキレーシングスクール開校といったところでしょうか。さあオートブレストップ走行のイメージが強い両斗選手。そうですか、両斗ってオートブレスでよくトップ走ってるんですね。さあ完全に GTR 同士バチバチやらしていますが、これでも抜かしたところでこれどうなんですかね。まあこれ私の一人音ですが、なぜか嫌いなサーキットでトップを快調に走行している両方選手。さあここは GTR 同士の戦いに発展していきそう。さあちょっとラインが乱れている、やはりダウンフォース抜けがあるんでしょうか。さあどうでしょう、トキ選手ちょっと不安定になりつつあります。さあ完全にぴったり配合についているのはチキン。さあ後ろから月村、そして湘南レッドソックスも虎視眈々とその座を狙います。さあ6番手以下、ちょっと OP アスカクマタカ選手はまあちょっとウェイトも辛いところもあるでしょうが、ちょっと湘南選手に3秒の差。さあ湘南が月村のインにここは仕掛けていきました。さあプレッシャーを与えることができたんでしょうか。さあここでチキンが揺さぶって時のプレッシャーを、メンタルをこうえぐるような走りを見せています。今日チキン選手はパットなんでしょうか、ハンコンなんでしょうかね。あっとハンコン、ちょっと姿勢を乱した立ち上がり。ここでここでさあ並んでいけることができるか。さあアウトサイドに並んでいった。さあしかしここはおブレーキング粘りました。しかしここは立ち上がりの良さを見せているアステモ。さあしかしどうだ加速力、やはりアステムの方がやや部が良さそうです。さあしかしよくこのスリップ、このダウンフォース、ダーティーイヤーのところでよくこの下り手札でこの3人ミスらないなといったそういった印象を抱きますね。さあここで OP の背後にアスカクマがぴったりとそのアースカラーを目に焼き付けるかのごとく、これコンマ1秒もありませんね。非常にバチバチした争い。さあ落ち銀守りきることができるか、はい、あっとここで追い抜きなんかなしなんだよというところで、ね、これ何があったんでしょうか。さあ3ワイド、さあ後ろから湘南も狙って、おこれは4ワイドか、4ワイドはまずいよ。さあここブレーキング湘南が一番有利か。さあちょっと突っ込みすぎたか。さあ湘南が一気に3台オーバーテイク、これは神業だ。さあしかしちょっとまだここで3ワイドか。さあここはステモが粘る。さあチキンが一気にごぼう抜かれ、6番手、いや5番手までポジション。いやーこれ非常に前に出たはいいんだけど。さあレースペース、さあどうなったところ。さあさっきのアステモ何が起きたかちょっとリプレイ見てみましょう。何が起きたんでしょう、遠赤に乗って挙動を乱したんでしょうか。あやはりそうですね、遠赤に乗って挙動を乱した。さあそれにつられてチキンが加速が鈍り、さあ月村がアウトサイド、そして湘南が一番スリップを使ってオーバーテイクといったところだったんでしょうか。ニック式オーバーテイク、ニックキャシディですね。イン側に避けたらペナルティーもあった。いやあれはまあちょっとかわいそうなペナルティーでしたが、まあしょうがないですね。まあ消化できると思います。さあここで狙っていく。さあここはちょっと難しいぞ。さあここは
チャンピオン争いを考えると湘南選手はバトってる間にこの2位の座を確固たるものにしたいという感じで逃げていきますね。さあチキン選手、この3番手争いをどう睨んでいきますか。さあスリップに入っている。さあ時のスリップ、さあしかしながら時もスリップに入っている。ここはトレイン状態、抜くことはできない。さあオッピーも未だにアスカちゃんのオーバーテイクを許していません。さあここで湘南が叫んだ。何かが起きたんでしょうか。外の遠赤外線だったんでしょうか。ちょっとカメラでは確認することができません。煙幕攻撃、あ煙幕攻撃ですか。ちょっと命中率が下がりそうです。回避率が上がるんでしたね。ちょっと忘れてしまいましたが、ね、命中率です。命中率が下がる。なんかポケモンバトル中に影分身を10回以上やらされて全然技が当たんなかった、そういった記憶が今一瞬で思い出されましたね。あれは何のポケモンバトルだったっけな。バトルタワーだった気がしますが。さあ牛選手が退出しました。何かが起きたのでしょうか。回線トラブルでしょうか。さあオッピーもこれすごいですね。今3周にわたりアスカクマをこう守っているといったわけなんですが、 あれですかね、浮いてるとかそういうのがあって一度パーティーを抜けて入り直そうといったそういったところを試みてるんでしょうか。さあオッピーちょっとミスったか。さあアスカ君はその隙を逃さずここでアタックして、さあ前に出た、前に出ました。さあこれは綺麗なオーバーテイク。もしもし、ちょっとオッピーからしたら悔しい展開。さあどうでしょう。あ、はい、一番手争いがミュートでした。あ、ミュートだったんですね、はい、よかったです。あのね、がね、時速 5キロでコーナリングしたんだけど、あーっとチキンちょっと危ない。さあ月村チキンに対してマイナス1ミリ浮いています。どういうこと。あ、やっぱタカだね。日本語、あ、タカだね。マイナス1ミリ今離れて食い込んでましたね。あ、タカ地中にいるわこれ。あ、じゃあ問題ないですね。あーっとちょっと月村突っ込みすぎか。さあ関係ですよね。時がこれちょっと、あ、ね、さあ謎の場所に入ってしまいましたでしょうか。もうこれきつに疲れてますね、アラスモモは。さあこれはちょっとインを守りきることができるか、ね、さあここは狙わない。さあここでは狙いできません。そうですね、元山悟りしリスペクトではない。さあバックストレート、湘南選手はやれやれですね。そうですね、これは願ってもない展開でしょう。さあ下り的などう料理しますか。タカはちなみにないのか、まあ、8番手ですね。リアルワールドは8番手、ちょっとオッピーの約5秒後方といったところ。あ、なるほど。あ、オッピーは抜かれたんですね、アスカ選手。そうですね、先ほど今映ってるこのコーナーで先ほどアスカ選手がインを差し抜いていきました。まあそれは大きな接触もなくオーバーテイクしていきましたが、さあこれ2番手、いや失礼しました、3番手争いが、さあこれどうする。 GTR 同士、いやしかしアステモが伸びる、アステモが伸びる。さあここでチキンはインを伺うが、ここは伺うだけ。あっとちょっとリアが流れている。さあ NSX 大リアでしょうか。いやそんなことはないはずだ。さあレーシングミディアム、この差が出ているでしょうか。さあ対応確認しましょうか。日産は勝利したい、勝利したいですね。そうですね、湘南選手がソフト続けていけると思うんで。さあトキ選手はミディアム、さあそして後ろの月村はソフトだ。さあここで唯一、これ上位勢唯一のミディアムタイヤ E4、 あ、マックス時55、あーっと E4、 あ、痛恨のミス、これはもうこれは痛恨のシフトミス。もうコキさんもそっちの名前に戻したらいいんじゃないかと思います。もうないんだよな。ワイサーに10秒ペナルティー、これは痛い。さあ私10秒今から喋ることができません。ああ、これは嬉しい。3は歯がゆい展開ですね、これは。どこで料理しますかね、もう、ねじ込み、決まり手、ねじ込みしかないんじゃないですかね、これは。
ね、国家席のパワーセクションに来るとやはり NSX パワーで逃げられるというで、そうですね、さあ私10秒ペナルティを消化して、さあ会話に参加しております。さあどうでしょう。さあチキンナンバーが非常にいい立ち上がりを見せている。さあしかしスリップに入っているのは月村だ。さあここはプッシュしている。さあ大丈夫か、そっちはピットレーンだ、そっちは芝だ。ターフリってどうする。ここはレース場です。さあ月村ちょっとミスっている。さあ日産ジーちょっとゴタゴタ走らせてみているぞ。大丈夫か。チキンナンバーはさっきから揺さぶってるように見えてブレーキングパイロンを探しています。さあ半分来ました。そうですね、レース距離今半分、11周目に突入しております。あれ俺の画面3周しかしないんだけど。おっとそれはおかしいな。さあ亮斗選手は完全に今折り返し地点を通過してバックストレート、逃げなんすよ。下りレグナーへと侵入するところに今差し掛かっていますが、ふらり一人旅。さあ湘南選手ペースはまあ厳しいところもありながらですが39秒台で現在2位走行中。さあそして3番手マックス時55 38秒9。ここは亮斗選手がこれ、ああ亮斗が回っている、亮斗が回っている。やはり起きてしまったこのヒューマンエラー。さあ何があったんだ。 NSX の牙が向き始めている。さあ亮斗完全にこれはオーバースピード、ね、さあ NSX のやっとしました。いよいよ5秒ほどでしょうか。5秒ほどですね。それでもまだ8秒のマージンを築いている。さあここで、さあここでアステモト、さあどうでしょう。ああしかしここは絶対的なストレートスピード、アステモのこれはストレートスピードが勝っています。まあウェイトハンデがありますから、まあ、100キロありますからね、ちょっとここは致し方ないところもありますが、あっとちょっと姿勢を乱している。さあしかしながらタイヤミディアム前方の時、さあ後ろはソフト、さあチキンもソフトはハンドルグラなんですけど、これおっと大丈夫か。整備風量がハードトラブルがスマスチキンでしょ。さあねじきみたい月村選手が、あっとプッシュしながら、さあステモがしかしここ立ち上がりはいいですよ。ね、でもねインとアウトはまだ入れ替わっちゃうから。しかしここのコーナー GTR はコーナリングがいいです。早く走れ、すごいです。さあ心の声が漏れている。さあチキンがさあチキンが刺していきました。さあこれは大丈夫か。あーっとあーっとブーブーブーエプソンのあれになるところでした。今大丈夫でしたか。まあカルソニックもあそこで以前やりましたからね、気をつけてください。俺が仕留めるというばかりに、いや女が通りますか。これは確かにいいですね。これはチキン戦に、いやここでいきなりチキンのペースが上がってきた。さあハンコンの整備不良がここで功を奏すか。ドイツもこいつも壊れたタイプ。日産陣営はさっきのチキンスに仕留めてもらって、そうですね、はい、多分湘南選手まで追いつこうといったところなんですかね。さあこれどうなんでしょう。ストレップには入っていますが、ストレートなんでそっちから行く。あっとまたパイロンを探す。さあブレーキング立ち上がり、あっとさあ立ち上がりちょっと触れていますが、NSX フロントタイヤからなんだ。あそうなんですね。どの NSX でしょうか。さあステモがちょっとタイヤが鳴っているぞ。さあチキンがアウトサイド構えていきますが、ここはブレーキングでさあラインを入れ替えて立ち上がっていく。しかしここもアステモ綺麗に立ち上がってそれを封じます。これ選手交代しても前に出ないですね。嬉しいですね。いやこれは湘南にとっては嬉しい展開。このブレーキング得意ですよチキンでしょ。さあ行くか本山聡リスペクト。さあどうだ、ここは軽くぶつかったが、さあブレーキング中のライン変更を回してもいいですけど、ぶつけられてもペナルティは出されません。さあここはどうでしょう、下りレグナー、ここはちょっと仕掛けるには至りません。さあどうでしょう、ここはあっとちょっとチキン選手ラインが大回りですね。あそこのヘアピンしかないっすよね。
そうですね、その手前の左が非常に得意なんでね、GTR。月村選手、再び本田への挑戦権。ここで GTR 同士並んでしまっては、これはストレートスピードに大きな影響が。まとまりがないです。助走がついた方がスリップが効く、まあその可能性もありますね。さあチキンが鋭い突っ込みを見せている。さあ外側の縁石であっち向かないといいですが、さあ月村がパッシング2,3 仲良く行きたいですね、 これね。ここは関係ねえといった走り。なんか昨年の茂木のどっかの GR スープラと GR スープラの戦いを見ているようですね。人と違う道を行かなければいい、行かないとですね。さあ飛鳥熊とオッピーの差、その差はちょっとずつラップバイラップで増えてきているんじゃないでしょうか。前の湘南選手単独走行を言うなのでトップまでの差を詰めてますね。おっと、そうですね、6秒5秒あと両と何かあったんでしょうか。いいの、そんなに、あれ2位3位もそんなに離れてない、さっきより近いよ。さあ両と選手ここに来てちょっとペースに乱れが出てきています。おかしい、ストレートが遅い、この BOP だ、どうかなってるよ。いや正しい BOP になってるんでしょう、おそらく。あってねえよ、あってねえんだよこの野郎は。いやあってなかったら10なんだよ。ラウンド2からずっと同じことやってる。おかしいよ。もう決まり手は何になりますかね、ミスさん。まあ相手のミスですかね。アイアンもしんどくなってます。してるな。おかしいよ。さあトップ両と選手5秒を切ってきた。この週1秒。さあこれは何、まああれですかね、セーフティーカーを見越してこうなんかタイヤをこうセーブして走ってる可能性はなきにしもあらずですよ。2位3位もちょっと近いんですよ。まあそうですね、まあスリップ圏内ギリギリ1秒入ってますから、この差はと3、4、5のバトルしている3台が全車の中でも一番いいペースで回ったと思いますね。バトルしながらもそうですね、だいたい38秒後半でラップしています。おっと、さあここでチキンナンバーは、これおそらくチキン選手はアステモン押して押して湘南に追いつこう作戦を実行してますかね。インテリジェントにしてましたね。さあインテリジェントドライバー、ここで本領発揮か。プロパイロット 3.0 カペタでこの展開見ました、ね、ありましたね。そしていつの間にかブロック役がオーバーテイクしちゃいましたね、これね。でその2台がごちゃごちゃやってる間にカペタがあのファイナルラップで前に出るというそういった展開ありましたね。ってことはチキン選手はカペタなんでしょうか。さあ平カペタストレートで押せないんだよ。ストレートさあどうでしょう。さあこれ両都選手逆にここまで来るとワンミス命取りの距離になってくるんですが、これは精神的にはどうなんでしょうね。バックミラーに映ってますね、これは。そうですね、画角一つに収まるような距離感になろうかといったところ。いいやろ、それこれワンバックだ、追いついた。これは完全に追いついてきた。さあチキンがここでいくか。さあしかしここはちょっと鼻を入れるにはちょっと距離が足りませんね。湘南選手にスイッチを入れられる前に前に出たい。そうですね、さあチキンがちょっとペースが乱れているか。ちょっと足元の距離が開いている。コンマ5さあブレーキング。さあ両と選手は再び4秒5ペース上げてきてますね。さあ、 さあ GP2 エンジンという言葉が聞こえてきそうですが、いやレースしてほしい、この車で本当にもう全員この BOP でしょ。おかしいよ。
どうなってんだよこのストレートスピードは。あーっと湘南選手かー、ここで湘南にミスが。これは展開が動きそうだぞ次のストレート。さあここは捨ても勝負時。さあ両党の対ピンチ丸なんでしょうか。 B、 まあ B だからいいでしょうね、イメージかっこイメージ。さあでもちょっと立ち上がりミスったか。あさあここはどうでしょう。でもアステもいけるか、この距離感ちょっと難しい、リスクを負うぞ。さあアウトサイドから、さあ両党、これチキンチャンス、これチキンチャンスだ。さあインに入った、インに入った。さあ湘南は GTR に味方している。おしかし、しかしアウトサイドから、さあアステも出しかけてちょっとふらついて、これはちょっと意地のブロックですね。まあさっきからこの2台バチバチやってるんで、今のはノーファーズアクションでいきますよ。あ、日産これ賢くいきたいんですよ、賢く。あプロパイロット 3.0 アップグレードになるか。 3.0 もはやそれはドライバー乗ってるんでしょうかね。さあやっちゃってる可能性があります。これはまた俺2番手争いは熱いな。さあしかしながら両党とのタイム差、湘南また一部縮めてきています。どうしたトップ。さああれほど湘南がミスってきた中で一部をまた縮まっているということは、両党としてもちょっとここは安全牌ではありませんよこれ。さあどうでしょうね、トップ争いこの集団に。さあそして飛鳥熊とオッピーのこのギャップも縮まってきています。テールトゥーノーズコンマ2秒ぐらい、コンマ3ですかね。さあここも予断を許さないです。射程圏内ですね。さあしてもちょっとやはりミディアムタイヤがきついでしょうか。最終コーナーの出が悪い。いやチキンそろそろ行きたいですね。フラストレーションもたまる。さあしかしながらストレートスピードに圧倒的な自信がある。さあどうだ、ねじ込めない、ねじ込めない、ねじ込めない、ちょっと軽く接触。回転機。しかしここはステモに軍配。あの暴力。ちなみに G-ZOX ってどういう会社なんですか。G-ZOX は何だろう、油系ですね。そう、ケミカル系。あー、ワコーズみたいな、なんかカストロールみたいな、そうそう、BP みたいな、ガラコみたいなの出してたり、うん、そうそう。あじゃあカー用品やつ、まあそりゃそうだ、カー用品ハンドクリーナー出してる。結構バラエティーどうなんですか。やっていい、今もう存続してるんですかね。ちょっと私調べてみます。あっとトップと2位は2秒3。さあどうなんですかこれ、リョート選手逆にミスできないですよこれ。視界には入って、あーでもどうなんでしょう、リョート選手からすれば、いやでもこれは別に湘南にスリップに入られてしまうと、これはトキ選手も完全に湘南はさせなくなるんで、これは、ね、ちょっと何考えてるのか分かりませんが、うん、あでも話そうと話せますね。まあ無理してない、まあそういったところでしょうね。まあ深くそんな考える必要はなさそうです。さあ皆さん1コーナーアウトサイドギリギリまでやってますね、すごいですね。さあ最終コーナーここ注目、アスカクマとオッピー。さあどうだ、テールトゥーノーズで立ち上がってきたが、やはりストレートスピードアスカクマ伸びるか。さあでもアスカクマの BOP はそのあの結構標準に戻ってきますから。さあオッピー、これアウトサイドからオーバーテイク、これは綺麗なオーバーテイク決めてきました。これリプレイものですね。さあこれはさあ落ち銀、完全にこれはブレーキングを決めてアウトサイドからオーバーテイク、ガラスコーティングブレーキング。2番手、さあタイミングしている。さあここで湘南選手インサイドアウトサイドからステモ。さあここはあこのパワーで立ち上がりで、さあそうですね、どうするクラリデグナー、このままいくのか。さあどうだ、ラインは残っていない、あーっと接触はみ出した。まあこれはノーペナルティです、これはノーペナルティです。ちょっと無理がありましたね。
さあ、ちょっとさあ、オッピーとアスカもアサイドバイサイドだ。さっきのリプレイを見ているかのよう、アウトサイドに NSX。さあ、どうだ、いけるのか。この2台だったらいけた、いけた、いけた、いけた。いけました。オッピーとアスカ組まれないいける。さあ、そういうことです。さあ、安心と楽しさを。あっと、ホームストレート。どうなんだ。さあ湘南がインサイド、さあチキンナンバーがアウトからかぶせていくことができるか。ブレーキング勝負、1コーナー、後ろもやってる。さあここは湘南インを抑える。さあさあ月村も粘っている。さあ画面の数が圧倒的に足りません。さあ G ゾックス狙っているか。いやここは湘南がインを粘る。さあこれ、いやー全く分からないですね。これはちょっとこの隙に逃げれましたね。あ、逃げますね、逃げますね。このタイミングでまたペースを回復してきています。でも本気出せば逃げるんだよ。まあバリオ遊び、実はアクセルペダルトラブってます。今あっとトップにトラブル発生か。しかしハードウェアにトラブルがあると速くなるといったこういうジンクスがありますから。さあここで月村が、さあチキンと並んで、さあ富山さとしもびっくりの突っ込みを見せてきました。さあどうでしょう、チキンがまたここは、ここはそうですね、ここはまだあの最終コーナー立ち上がるためのここは準備というセクターになっておりますから、皆さんここはミスしないでついていくことが最優先事項のはずです。さあだからどういうラインで脱出してくるか、そういったところが非常に鍵を握るところになりますよ。さあ最終コーナー、満員の観客がスタンディングオベーション。え早くない、これは GTR パワーはどうだ。あでも縮めてる縮めてる、外から外から。さあどうだ、さっきのリプレイを見ているかのようだが、さあ今度はジーゾックス粘りましたが、さあサイドバイサイドちょっと軽く接触しながら、まあこれは問題ないでしょう。あいいボタンでしょう。ここはなかなか湘南選手も前を譲らせるつもりはない、そういったライオンのように守れという無線を守っているかのようですね。ライオンのように守れている。さあここで月村とチキンがサイドバイサイド、ここでやったら湘南逃げますね、おそらく。さあこれは湘南逃げますよ。さあここは完全に忖度なしのレースが、さあステモが来た、ステモが来た。さあ生きどころがない、さあ生きどころがない。さあここでさあ月村がオーバーテイクか。あっとちょっと突っ込みすぎたか。さあここでまたチキン選手が前に躍り出る。さあここはちょっと逃げれました、少年でしょ、このスキン。いやいやいや、へい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 、これは日産陣営さあ次の選手が最終ラップ、ファイナルラップになります。柿本総監督に呼ばれますね。あとでさあ、ミスターアフターといったところ。さあ、お次アスカクマも一切予断を許さない。いやー、ここも最後まで見ものです。ここに来てファステスト。そうですね、37秒364。8秒のリードを切りました。これは安全圏でしょう、おそらく。一回回ってもお釣りが来ます。お釣り来ます。下り出るなって言ったらちょっとわかんないですけどね。これでも湘南選手逃げれない。月村選手、そうですね、まあ月村さえ抜かれなければそこまで無理必要は、無理する必要はないようには思いますが、マニファクチャラーランキングを考えればここは意地でも守りたい、是が非でも守りたい。さあチキンにはラインの自由度、そしてライントレースの自由度は高そうに見えます。さあトラブルは、覚醒の予兆、まあその可能性もありますね。さあ今のところノーセーフティーができています。まあここできても困るんですけど。さあここはインを守っている、リバンダム。ヨート選手これ笑いが止まらないでしょうね。10秒のリード、あーとチキンが回った。やってもうた、何をしているんだ。いやーここまでいい争いを見てしていたのに、ここもったいない。あーこれはなんといったこと。
なんということだ、ワッタディザスターです。何も意味なくなったじゃん、あなた。やってんだよ。月村が激横、柴原さんもびっくり、ウィルコムが B マック。さあ、そこでよっちゃか。さあ、そして湘南レッドソックス、これは大金星。このウェイトで2位表彰台、これはレクサスにとってはいいニュース。さあ、3番手も月村、これもよく頑張った。さあ、そしてミディアムで4番手マックスとき号5。さあ、そして表彰台よ。あ、そのままチェッカー受けましたね。受けました。ここはウェイトを下ろしていません。16秒差はさすがに待てんな。いやー、待てたとは思いますが。さあ、オッピーがここは足掛けをなんとか守りきり、6番手のチェッカー。あ、さあ、そしてラバンタスカクマ、この2台非常にいいドッグファイトを見せてくれました。拍手です。さあ、そしてタカ選手、グラスワンダーが追い込みを決めようとしていますが、届きそうにありません。さあ、しかしながらこのウェイトでよく頑張りました。いやー、しかしオートパイロット状態のように見えるのは私だけでしょうか。さあ、ここはゆっくり最後チェッカーを受けます。 FCC に見送られる。さあ、トップ両党2番湘南、3番手に月村といったレースになりました。 TGC シーズン12ラウンド7大分グランプリ、ファーストストポールポジション、そして優勝ハットトリックを決めたのはこの男、両党4623。おめでとうございます。この男、おめでとうございます。ミディアムキッチー、いったところで、オッピーもミディアム。そうだよ、アスカちゃん。もうちょいダウンホース削れたな。いやー、ストレートでアクセル 100% にならなかった時は焦りましたね。ああ、なんか正宗的なあれが起きたんですね。さあ、少々お待ちくださいませ。ちなみに回った時は、いやー、これで、ありませんでした。ダウンフォース、ダウンフォースマックス当たる。マックス、マックス、マックス。いや、もうきつい。これもしかして私出走、俺と月村の間にいてほしかったな。ああ、していただければ幸いです。やばくなりそう。もうなんか全然走ってない。お、あれ、今回の BOP なんだ。お、そろそろ勝ちたい。勝ち取りたい、勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい、力が欲しい、君と勝ちたい。明日はお馬さんなんかあんの？ね、G1、ソダシが出ます。とりあえずソダシにかけて。ルメールみたいな。一枠一番ソダシ。